皆さんこんにちは。今回は美しい背中のラインを作るバレエエクササイズをご紹介します。姿勢を整えて背中のたるんだお肉をすっきり引き締めるメニューになっていますので、一緒に行っていきましょう。まずは肩甲骨を動かして姿勢を改善するとともに代謝を上げていきましょう。あぐらになり、両手を前に伸ばし肩幅に開きます。そこから片方の手をゆっくり前に持っていきます。戻りながら反対の手を前に持っていきましょう。この動きを左右4セット行っていきます。手から動くのではなく、肩甲骨から遠くに持っていくように、背中から手を動かすようなイメージで行っていきます。同じ動きを今度は手を上に上げて行っていきます。この時も手は肩甲骨から遠くに伸ばすイメージで、背中からしっかり動かしていきましょう。この動きを左右4セット行っていきます。肩甲骨周りをほぐすことで肩や首のこりの改善にもつながっていきます。代謝が上がることで脂肪を燃焼して背中のたるみを引き締める効果が期待できます。続けて体側のストレッチで脇の下から肋骨周りの筋肉をほぐし、背中の筋肉を使いやすくしていきます。両手を横に広げます。息を吸って片方の手を遠くに伸ばし、吐きながら反対に体を倒して脇の下をしっかりと伸ばしていきましょう。手を遠くに引っ張って目線は天井です。遠くを通りながら戻っていきましょう。反対も同様に、息を吸って片方の手を遠くに伸ばし、吐きながら反対に倒して脇の下を伸ばしていきます。手は遠くに引っ張って目線は天井です。遠くを通りながら戻っていきましょう。今度は横からゆっくりと反対側に倒したら、背中を丸めながら頭は中心を通って真横まで持ってきて、遠くを通りながら戻っていきましょう。反対も同様に、遠くを通りながら吸って吐く息で横に倒して、背中を丸めながら頭は中心を通って真横に戻ってきて、遠くを通りながら元に戻っていきます。巻き肩や肩こりがある方は脇が硬くなっているので、しっかりほぐして姿勢を整えていきましょう。次は鎖骨から肩甲骨にかけてほぐして胸を開きやすくしていきましょう。両手を前に伸ばします。息を吸って吐きながら片方の手を後ろに持っていきます。顔も一緒に後ろに向きます。息を吸って吐く息でゆっくりと戻っていきましょう。反対も同様に、吸って吐きながらゆっくりと胸を開きながら手を後ろに持っていきます。息を吸って吐く息でゆっくりと戻していきましょう。この動きを左右4セット行っていきます。吸って吐く息でゆっくりと胸を開きながら後ろに持っていき、吸って吐く息でゆっくりと戻していきましょう。大きく胸を開きながら肩甲骨をぐっと中心に寄せていきます。吸って吐く息でゆっくりと戻していきましょう。胸を開きながら肩甲骨周りを動かして血行を良くしていきましょう。吸って吐きながらゆっくり戻ってきます。姿勢が悪くなると鎖骨周りの筋肉が縮まって固まってきますので、しっかりほぐして肩を正しい位置に持ってきて姿勢を整えていきましょう。吸って吐く息でゆっくり胸を開きながら肩甲骨をぐっと引き寄せていき、吸って吐く息でゆっくり戻ってきます。反対も、吸って吐く息で胸を開いて手をぐーっと後ろに持っていき、吸って吐く息で
ゆっくりと戻っていきます。そのまま今度は両手を上に上げます。肘を曲げて肩甲骨をぐっと中に引き寄せていきましょう。首から背中にかけて広がる筋肉をほぐしていきます。この動きを8回行っていきましょう。上半身はできるだけ動かないように意識をしてしっかり呼吸をしながら行っていきましょう。手を上げた時に肩が一緒に上がらないように肩甲骨をぐっと下げた状態で広いデコルテラインと長い首を意識して行っていきましょう。首から背中に広がる筋肉が鍛えられるとデコルテ周りが上に引き上げられバストアップと猫背の改善にもつながっていきます。肩をぐっと下げて上げて肩甲骨もしっかり引き寄せていきます。呼吸も整えながら肩甲骨をぐっと引き寄せて肩を下げてゆっくりと伸ばしてリラックスをしましょう。次は羽ばたく白鳥のような動きで背中と二の腕を引き締めるエクササイズです。手を下げた状態から両手を左右遠くに引っ張りながらゆっくり上に持っていきます。視線も上に一緒に持っていき手の甲と甲を合わせて肘を曲げながらゆっくりと下ろしていきましょう。目線も少し下に下げていきます。この動きを8回行っていきましょう。息を吸って背中をぐーっと引き上げながら甲と甲を合わせて肘を曲げながらゆっくりと下ろしていきましょう。手は二の腕の後ろを意識しながら白鳥が羽ばたくようなイメージで行っていきます。呼吸もゆっくりと行っていきましょう。できるだけ肩はリラックスして背中の周りの筋肉だけを意識して行っていきましょう。もう一度背中を意識しながら大きく引き上げて肘を曲げながらゆっくりと吐く息で下ろしていきます。大きく息を吸って背中を引き上げながら吐く息でゆっくりと下ろしていきましょう。肩はリラックスを心がけて背中の筋肉で動かすイメージで行っていきます。肘を上げながら背中も一緒に引き上げてゆっくりと背中を意識しながら肘を下ろしていきましょう。次は背中を丸めたり伸ばしたりする白鳥のポーズです。手を横に置いたらそこから両手を少し上げ手を左右遠くに引っ張りながら背中を丸めていきます。手の甲と甲を合わせてお腹をぐーっと引き上げながら胸を開いて腕は後ろに持っていきます。この動きを8回行っていきましょう。呼吸も一緒に続けていきましょう。背中を丸めてゆっくりと胸を広げながら腕を後ろに持っていきます。肩はリラックスを心がけて背中をしっかりと動かしていきましょう。呼吸も続けていきます。吐く息で背中を丸めて吸う息でぐーっと肩甲骨を寄せながら手を後ろに持っていきます。もう一度背中を丸めて手の甲と甲を合わせてお腹をしっかりと引き上げながら胸を開いていきます。呼吸に合わせて行っていきましょう。吐きながら甲と甲を合わせて吸う息で胸をぐーっと引き上げていきます。肩はリラックスでゆっくりと吐く息で背中を丸めて吸う息で胸をぐーっと引き上げていきます。もう一度肩はリラックスでしっかり背中を丸めて胸を斜め上に引き上げながら両手を後ろに持っていきます。次は天使の羽を動かすイメージで背中の筋肉を引き締めヒップアップにも効果的なエクササイズです。まずは立った姿勢で動きを確認します。
手は横に下ろし、そこから肩甲骨をぐっと中に寄せます。この時少し手が外側に向くので、その延長線上に手を回しながら下にもぐっと引っ張っていきます。手を緩めて肩甲骨も戻します。常に肩甲骨を中にぐっと寄せてから手を回していきます。ゆっくりと戻していきます。手が先ではなく背中が先で、180度ぐっと回しながら背中を集めていき、ゆっくりと緩めていきます。この動きをうつ伏せで行っていきます。手を重ねておでこは甲の上に乗せます。足は腰幅よりも少し広めに開き、つま先は外側、かかとは内側を向けます。足の指先はリラックスを心がけ、お腹にぐっと力を入れて、足を遠くに引っ張りながらゆっくりと上げていきます。お腹に力を入れた状態でゆっくりと下ろしていきましょう。この動きを8回行っていきます。お尻の下の筋肉にもしっかりと意識を向け、ゆっくりと上げて、お腹に力を入れた状態で下ろしていきましょう。高く上げるよりも遠くへ引っ張るようなイメージで行っていきます。首と肩の力はリラックスを心がけてください。お尻の下の筋肉も内側にキュッと寄せた状態で上げていき、ゆっくりと下ろしていきます。もう一度遠くに引っ張りながら足を上げていき、ゆっくりと下ろしていきます。お尻の下の筋肉を意識しながらゆっくりと上げて、お腹の力を入れたままゆっくり下ろしていきます。常にお腹に力を入れることで腹筋と背筋の両方を均等に鍛えることができ、正しい姿勢の維持にもとても効果的です。遠くを通りながら足を上げていき、ゆっくりと下ろしていきましょう。続けて足を上げた状態で先ほどの手の動きを加えていきましょう。手を横に置いて肩甲骨をぐっと寄せながら腕を180度回して肩をぐっと下ろしていきましょう。そして緩めていきます。この動きを8回行っていきましょう。肩甲骨を寄せながら腕を180度回してゆっくりと緩めていきます。足と一緒に動かすことでヒップアップや体温を上げることにもつながっていきます。血行が良くなることで全身に酸素や栄養が行き渡りやすく、疲労回復にもつながっていきます。もう一度肩甲骨を寄せながらゆっくりと戻ってきます。180度しっかりと腕を回すことで肩のこりや二の腕のこりの改善にも効果的です。最後に肩や背中の筋肉に働きかけて肩甲骨の位置を整えます。あぐらの姿勢から背骨の一番下の仙骨と頭の上のラインをまっすぐにします。頭の後ろで手を組み、首のラインをキープしたまま一度肘を緩めます。続けて肩甲骨を中心に寄せながら肘を開いていきます。この動きを8回行っていきましょう。肘は前で、首を長く保ったまま肩甲骨周りをしっかり使いながら肘を開いていきます。この時できるだけ首の長いラインをキープした状態で行っていきましょう。呼吸も整えていきます。普段猫背や前かがみの姿勢だと胸が圧迫されて深い呼吸ができなくなります。頭の後ろで手を組み、胸を開く動きを意識的に行うことで深い呼吸をしやすくなり、巻き肩も改善します。肩甲骨を寄せながら胸を開いていきます。呼吸も行っていきましょう。
首のラインは長くキープしたまま、ゆっくりと肘を外に開いていきます。続けて使った筋肉をしっかり伸ばしていきます。片方の手を上に伸ばし、反対の手で手首を持って、肩甲骨から手を遠くに離すように斜め上に引っ張っていきます。緩めて、もう一度ゆっくりと伸ばしていきます。あと2回繰り返していきます。肩甲骨から腕、長いラインになるように引っ張って、背中もまっすぐにキープしておきましょう。もう一度吸って吐く息で遠くに伸ばして、ゆっくりと戻していきます。手を変えていきましょう。斜めに伸ばすときに背中が丸くならないように、しっかり背中をまっすぐにキープした状態で、首肩はリラックスを心がけてください。あと2回繰り返します。吸って吐く息で肩甲骨から腕のライン、長いラインになるように伸ばして、緩めて、肩はリラックスで引っ張りながら、ゆっくりと戻ってきます。最後に息を吸って、手を横から大きく上に持ち上げて、目いっぱい上に伸びたら、吐く息でゆっくりと下ろして脱力して終了です。いかがでしたか？お腹と背中の筋肉を均等に引き締めることで、美しい姿勢と背中のラインを維持することができるようになります。ぜひ週に3回を目安に続けてみてください。